はい、お疲れ様でございました。本日月曜日休みということで、午前中から陸上競技場、いつもの陸上競技場です。桜満開でございます。桜満開、ほぼ満開、一番綺麗な時ではないでしょうか。桜の下からでございます。今日ですが、今日は、明日ハードル練習やる予定ですので、今日はハードルはなしで乗り込む練習というか、地面を後ろ足でしっかり押すという練習をしました。階段を使っての、階段で地面をしっかり押すと、階段を後ろの足でしっかり押すのを意識してやる階段ドリルと、ギャロップとか、いろいろやったんですけど、その後スキップ、今階段で押したイメージを意識した状態でやるスキップをやりまして、そしてその後、80m スパイク履いて 80m の、ダッシュとを2本と、40m のダッシュを2本ですをやりました。よいしょ、という感じですね。後ろの足でしっかり押すっていうのは、私いつも同じことばっかり言ってますが、よいしょ、後ろの足で押すのは、階段でこうなった後ろの足で押します。後ろの足で押して進むと、こっちの足でこう伸ばして進むんじゃなくて、走るのは後ろの足で押すと、押した後切り替えて前に持ってくるという動きの意識が大事だと思うので、階段では後ろ足で押すというのを意識してやりましたです。階段の練習がこちらです。はい、そして一歩飛ばしがこちらです。で、ギャロップって言うんですけど、こう両足で後ろ足で押してジャンプするのギャロップって言うんですけど、それをやったのが右足、左足、左右と、ギャロップがこちらです。それと、横向きのギャロップですけど、横向きは階段でこうなります。こっちが階段、こう上に上がってますけど、下になっている足です。下になっている足、クロスして前なんですけど、こっちの足でしっかり階段を押して、ジャンプしてクロスするという動きです。そういう動きでやるギャロップです。これで後ろ足にしっかり重心を乗せてしっかり押すという動きを意識してやる練習でございます。大切なのさだから。
80m がこちらです。1本目、2本目で、2本目の方が多分動きいいと思います。後半の2本目の動き、こう切り返し、しっかり押して切り返すっていうのを意識したので、おそらく2本目の方が動きが良かったのではと思います。そして 40m がこちらです。40m ですが、どうもスタートが苦手です。うまくいきません。こう 40m を下の方を向いてガッといけばいいのかそれともハードルを飛ぶようにとっとと体を起こして加速させていけば良いのか、ちょっとよく自分でも分かりませんので、今日は早めに体を起こす方を練習してみました。ハードルのスタートを意識してやりましたという感じでございます。200m を1本やりました。200が気持ちよくですけど、気持ちよく走ったらなんかすげえいいタイム出ちゃって、自分の中では試合でも出したことがない24秒2というタイムが出てしまいましたが、スタート位置間違えたのかちょっと今から確認しますけど、なんかいい感じで乗れて、力まず後半まで落とさずさーっと走れたので、24というと12秒12秒なんで、まあ、はあ、早いな、スタート間違えたかな、まあいいや、どっちにしても1秒遅かったとしても25秒2ですので、25秒2ですと、まあ、ほぼほぼ自分の自己ベストぐらいで走れてるので、まあ、シーズン始めちょっと出力上げて走った感じではいい感じではなかったかと思われます。ということで、今日は桜の下から、桜の下からの中継でございました。ということで、チャンネル登録をお暇な方、私のよいしょ、この拙い陸上競技のお話ですが、よいしょ、ためになるなと言ってくれる方も結構いるので、チャンネル登録お願いします。この辺です、この辺。あとおすすめ動画がこの辺か、この辺の上の方に出るので、よろしくです。この辺です、桜です、桜あららら、桜でございました。
ということで、お疲れ様でした。バイバイ。